ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は、ナチスの作り出した最もおぞましい施設、アウシュビッツ強制収容所の初代所長を務め、戦後に最悪の復讐によって命を落とした男、ルドルフ・ヘスのお話だ。悪名高いあのアウシュビッツの初代所長、どれだけのヤバい犯罪行為をしたか想像もできないわね。しかも最悪の復讐を受けたってどういうこと？連合軍がドイツを占領した後、一般兵に扮して一度は釈放されたんだが、ナチスハンターの手によって逮捕され、ポーランドで裁判にかけられることになるんだ。そして有罪判決を受けた彼が連れて行かれたのは、なんと彼自身が所長を務めたアウシュビッツの地だったんだよ。どういうことなの？彼のしくじりすぎた末路を最後まで見逃さないでくれ。それでは行くぜ。ルドルフ・フェルディナント・ヘスは、アウシュビッツ収容所の初代所長として収容所の開設と運営に携わり、ユダヤ人の大量虐殺を現場で指揮した人物なんだ。アウシュビッツ強制収容所の歴代所長の中でも、最も長く勤めているぜ。じゃあユダヤ人大量虐殺の現場責任者みたいな立場ね。ある意味そうかもな。100万人以上が命を落としたガス室で使用された薬品、キクロン B を導入したのも彼なんだ。毒ガスとか怖すぎるわよ。だが第二次世界大戦の終結後には、アウシュビッツ強制収容所の捕虜に対する戦争犯罪によって、ポーランドで有罪判決を受けて処刑されたぜ。投獄中にはポーランド当局の要請で回想録を執筆して、後にアウシュビッツ司令官ルドルフ・ヘスの自伝というタイトルで出版されたんだ。まさかの獄中式？ちなみに、同じくルドルフ・ヘスという名前で知られるナチスの副総統、ルドルフ・バルター・リヒャルト・ヘスとは、全くの別人だから注意してくれよ。ややこしいわね。さて、まずはそんなヘスがアウシュビッツの所長になるまでの反省をたどろう。よろしく頼むわ。ヘスはバーデンバーデンの厳格なカトリック教徒の家庭に、三人兄弟の長男で一人息子として生まれたぜ。第一次世界大戦が始まると軍病院に勤務した後、14歳でバーデン第21騎兵連隊に入隊、15歳になるとバグダッドやパレスチナで戦ったらしい。10代でもう軍隊に入ったのね。1922年にはナチスに入党した若きヘスだが、1923年5月31日にとある事件を起こして有罪判決を受けることになる。有罪判決って何やっちゃったの？メクレンブルクで、後にヒトラーの施設秘書となるマルティン・ボルマンの指示によって、地元の学校教師バルター・カドーを襲撃し命を奪った罪だぜ。この事件の犯人の一人が地元新聞に自白したことで、ヘスは逮捕されて首謀者として裁判にかけられたんだ。過激な事件に関わってるのね。だが、刑務所での経験は後に、強制収容所の所長としての任務に役立つことになるんだぜ。なんていうか、運が良かったのか悪かったのか。刑期収容後は農場で働いていたんだが、たまたまハインリッヒ・ヒムラーの目に留まり、1933年に親衛隊の見習い隊員になる。そして1934年にダッハウ強制収容所の重役、1938年にはザクセンハウゼン強制収容所のヘルマン・バラノフスキーの副官に任命されるんだ。どんどん出世してるってことは、やっぱり有能だったんでしょうね。間違いないだろうな。ちなみにザクセンハウゼンの保護拘置所長だったヘスは、囚人に対してマイナス26度という極寒の屋外に立つよう命令して、多くの犠牲者を出しているぜ。なんでそんな残酷なこと。さあな。囚人たちはコートや手袋をしていなかったために、その日78人の受刑者が、その夜さらに67人が命を落としたんだ。きっとそんなことが日常茶飯事だったんでしょうね。さて、そんな中ドイツが領土としたポーランド西部に、新たな強制収容所を設立する計画が立てられる。ヘスは1940年にハインリッヒ・ヒムラーの命令で、この新しい収容所の初代所長に任命されたんだ。収容所の役職を歴任してきたヘスにぴったりの仕事だわ。彼の任期となったのはオシュフィエンチムという町の近くにある、古いオーストリア、ハンガリー軍の兵舎の周囲に建設される収容所だった。実はこの収容所こそが、後にナチスの作った史上最悪の強制収容所となるんだ。それってまさか、オシュフィエンチムのドイツ名はアウシュビッツ。そう、悪名高いアウシュビッツ強制収容所だぜ。悪名も悪名ね。そこへはじめにまずドイツ人刑事犯30人が送り込まれ、その後ポーランド人政治犯728人が収容されたんだが、そこからヒムラーの計画は大きく進むことになる。どうなるの？ヘスの後半証言によれば、1941年にヒムラーは、ヘスにユダヤ人問題の最終解決の命令を出したそうだ。つまりユダヤ人絶滅計画のことね。そうだな。ヒムラーは鉄道で簡単にアクセスできることと、広大な敷地によって簡単に隔離できることから、ヨーロッパのユダヤ人絶滅の場所にアウシュビッツを選んだという。ヘスは、これらの問題について誰とも話すことは許されておらず、誰もが機密を守ることを命がけで約束したと述べているぜ。
もし漏らしたりしたら命はなかったはずだわ。ちなみに彼が収容所の目的について妻に話したのは、1942年末になってからのことだったんだ。家族にすら何年も黙っていなければいけなかったのね。さて、独ソ戦を前に控えた1941年3月1日に、ハインリッヒ・ムラーがアウシュビッツを訪問し、収容数を3万人に増やし、さらに隣接するブジェジンカにも10万人収容できる収容所を建設するよう命じる。ちなみにブジェジンカはドイツ名ビルケナウで、これがアウシュビッツ第二収容所になるんだ。ビルケナウも聞いたことある名前ね。そんなわけでビルケナウの建設とアウシュビッツの拡張工事が行われ、1943年にはアウシュビッツ収容所に3万人、ビルケナウ収容所に14万人が収容されている状態になったぜ。あっという間にとんでもない収容者数になってるわ。ヘスは3年半の間収容所を指揮し、アウシュビッツビルケナウ強制収容所を広大な複合施設に拡張する役割を担うことになったが、彼としてはダッハウやザクセンハウゼンの強制収容所よりも、もっと効率的な収容所を開発するという決意を持っていたらしい。謎の熱意が感じられるわね。そんなアウシュビッツ強制収容所だが、最盛期にはアウシュビッツ第一収容所、アウシュビッツ第二収容所ビルケナウ、アウシュビッツ第三収容所モノビッツという、三つの別々の施設で構成されていたんだ。施設全体は、その地域のすべての住民が立ち退いた後に残された、約8000ヘクタールの土地を使っていたぜ。8000ヘクタール、よくわからないけど広そうだわ。ちなみに千葉にあるボーランドの広さがおよそ50ヘクタールだから、収容所全体でその160倍ほどの広さがあったことになるな。規模やばすぎるでしょ。収容所には、それぞれ2000人の囚人を乗せた2本から3本の列車が毎日到着して、ビルケナウ収容所に降ろされた捕虜は親衛隊の医療スタッフによる選別を受けたんだ。男女は隔離され、ナチスの奴隷労働に適していると判断された者だけが生きることを許され、高齢者や虚弱者、子供、そして子供を連れた母親は直接ガス室に送られたぜ。しかし怖すぎる流れ作業ね。労働に適していると判断されると、ビルケナウまたはアウシュビッツ収容所のいずれかの兵舎に連行され、裸にされて髪の毛をすべて剃られ、消毒剤を噴霧されて囚人番号の入れ墨を掘られたんだ。痛い痛い。ヘスはヒムラーから計画を聞いた時のことを回想録にこう記しているぜ。この命令には何か異常なもの、途方もないものがあった。しかし命令ということが、この虐殺の措置を私に正しいものと思わせた。そして彼は計画の技術的な部分の研究を進めていくんだが、有名なのはさっきも出てきたガス室だな。例のガス室ね。当初は探知を避けるために、小さな施設が森の奥深くに設置されていたらしいが、その後はより効率的にするため、そして膨大な数の犠牲者を処理するために、ビルケナウに4つの大きなガス室と火葬場が建設されたんだ。30分ほどあれば2000人も処分できたらしく、ヘスによれば部屋に追い込むための警備員さえ必要なかったそうだぞ。どうして警備員がいらないの？回想録にはこうあるんだ。彼らはシャワーを浴びることを期待して入ってきたので、私たちは水の代わりに毒ガスを噴射した。また、ヘスは様々なガスを使って実験していたが、1941年に副官のカール・フリッチがロシア人捕虜のグループに対して、キクロン B という殺虫剤から生成されたシアン化水素を使用したことを知ると、それを計画に導入することにしたんだ。ナチスのガス室の話でよく出てくる薬品ね。ああ、キクロン B では犠牲者が命を落とすまでに、3分から15分ほどかかったと言われ、ヘスによれば、人々の叫び声が止んだので、いつ死亡したかが分かったということなんだぜ。こんなん夢に出るでしょ。だが1943年秋、親衛隊調査委員会がアウシュビッツ強制収容所政治局に対して、恣意的な囚人殺害や汚職の容疑で捜査を行う。ヘスは直接関与していなかったとされたが、管理責任を問われて、1943年11月にアウシュビッツ所長を退任することになったんだよ。事情がよくわからないけど、ナチスの中にもいろんな勢力がいたってことかしら。それでヘスはその後どうなったの？一旦は別の部署へと去ったヘスだったが、1944年5月にはアウシュビッツに戻り、新たな作戦を監督することになる。この作戦では、なんと43万人のハンガリー系ユダヤ人が収容所に移送され、56日間でその全員が命を落としたんだぜ。43万人、想像できる範疇を軽く超えてるわ。この時にはさすがに犠牲者の遺体を処理しきれず、収容所の職員は地面を掘って数千の遺体を焼却しなければならなかったそうだ。5月と6月だけでも、1日あたり約1万人のユダヤ人がガス室で処刑されていたんだ。さすがに戦争末期は全てが無茶苦茶ね。さらにはガス室と火葬場の収容能力を超えたことから、即席の処刑も行われていたらしい。
犠牲者たちは強制的に服を脱がされると焼却場まで連れて行かれ、親衛隊に撃たれて炎の中に投げ込まれたんだぜ。あまりにも状況が狂ってるけど、本当に誰にも止められなかったのかしら。そうだよな。さて、ヘスの最後の認知はラーフェンスブリュック強制収容所で、1944年11月に家族と共にそこに引っ越した。ヘスはそこでもガス室を作り、2000人以上の女性囚人の命を奪ったぜ。最後まで収容所の責任者をやっていたのね。だが、そんなヘスにもいよいよ最後の時が来る。連合軍がベルリンに迫り、敗戦が目前となった1945年4月、ハインリッヒ・ヒムラーから、生き残るために国防軍に紛れ込めとの命令を受けたヘスは、ドイツ海軍の兵士になりすましてイギリス軍の捕虜となる。なんとか正体を見破られず釈放されたヘスは、フランツ・ラングという偽名で家族と共に、シュレースビヒ・ホルシュタイン州ゴットトルペルに住み、庭師として働いて1年近く逮捕を逃れたんだ。こんな重要人物がよく逃げを失せたもんだわ。だが、イギリス政府の第一戦争犯罪調査チームで働くナチスハンター、ドイツ系ユダヤ人のハンス・アレクサンダーが、1946年にヘスの居場所を突き止めることに成功する。広い国土からよく一人を探せるわね。アレクサンダーは、ユダヤ人も多かったイギリス兵のグループと共にヘスの邸宅を訪れ、ヘスの娘ブリギッテに情報を求めて尋問したが失敗。ブリギッテによると兵士たちは彼女の兄クラウスを殴り始め、それを見たヘスの妻は夫の居場所を話したそうだ。それもひどい話だわ。兵士たちに発見されるとシアン化物の錠剤をかもうとし、当初は自分の身元を否定したそうだが、最終的に認めることになるぜ。なんとかごまかせなかったのかしら。その時の様子はこんな風に記録されているんだ。自分は庭師だと主張したが、アレクサンダーは結婚指輪を外すよう命じ、外さなければ指を切ると脅した。指輪の内側にはヘスという名前が刻まれていた。結婚指輪の名前でバレてしまったのね。1946年5月、ヘスはポーランド当局に引き渡され、最高法廷で裁かれることになる。裁判は1947年3月11日から29日まで続いたが、1947年4月2日に絞首刑の判決が下され、処刑は4月16日に、旧アウシュビッツ第一収容所の火葬場の隣で執行されることになったぜ。わざわざ収容所で執行するって、どんだけ恨まれてたのかしら。なかなかえげつない復讐だよな。そんなヘスだが、実は処刑の4日前に検察官に向けて、自分の犯罪の重大さを認めた文章を残しているんだ。孤独な独房の中で、私は人類に対して重大な罪を犯したという苦い認識に達しました。アウシュビッツの所長として、私は人類を滅ぼすための第三帝国の残酷な計画の一部を実行する責任を負っていました。そうすることで私は人類にひどい傷を負わせました。どんな心境の変化があったのかわからないけど、後悔してももう遅かったわね。さて、絞首刑が執行されたのは1947年4月16日。元収容所囚人の要請により、かつて監督していたアウシュビッツで処刑が行われるが、そこには今でもこんなメッセージが書かれているんだ。ここは強制収容所があった場所です。多くの囚人が殴打や拷問の結果死亡しました。アウシュビッツの初代所長、戦後ポーランド最高国家法廷で裁判にかけられ、死刑判決を受けたルドルフ・ヘスは、1947年4月16日にここで絞首刑にされました。かつて自分が囚人の命を奪った場所で、逆に命を落とすことになるなんて皮肉すぎるわ。この処刑には、元囚人やポーランド政府の高官を含む約100人の証人が出席しているぜ。そしてヘスの処刑は、ポーランドにおける最後の公開処刑となったんだよ。ヘスの罪はそれだけ重かったってことね。最後にヘスの家族について触れて終わることにしよう。確かに、収容所所長だった男の家族は戦後どうやって生きたのかしら。ヘスの没後、母と5人の子供たちは貧しい生活を送ることになる。父親がナチスに深く関与していたことで、人々から避けられてしまったからだぜ。娘の一人インゲブリゲット・ヘスはこう語っているんだ。庭師、コック、乳母もいたアウシュビッツでの恵まれた生活とは一変し、履く靴もないほど惨めな生活でした。かつては家族もアウシュビッツで生活していたの？収容所の外に家があって、ヘスも毎日そこから収容所に通っていたという話だな。インゲブリギットは50年代にドイツを離れスペインに、1972年にワシントンへ渡る。1989年には彼女を訪ねてきた母が他界するが、墓石には名前を刻むことはしなかったそうだ。名前を秘密にしておきたかったのね。兄のクラウスはシュプットガルトに移り、母と兄弟を引き取ったが、ルドルフ・ヘスの息子という理由で職に就くことができなかったんだ。その後はオーストラリアへ移住したが、結局アルコールに溺れては隠して亡くなっているぜ。それほどまでに国民から忌み嫌われてしまったのね。
また、弟のハンス・ユルゲンは所在不明だそうで、家族との連絡を一切絶ってしまったらしい。もう一人はどうなの？インゲブリギットはこう話しているんだ。中でも一番かわいそうなのは、1943年生まれの末っ子アンネグレットよ。彼女のパスポートを見れば全てがわかるのですから。出生地はアウシュビッツと記載されているのです。末っ子はアウシュビッツで生まれていたのね。確かにそれはごまかしようがないわ。ちなみに、処刑を待つ父親からの最後の手紙にはこう書いていたそうだ。ヒムラーに会って、自分の任務は自分に適していない、遂行できないと訴えるべきだった。やっぱり最後は後悔していたのね。ちなみに、他にもナチス関係者の末路を紹介した動画がいくつかあるから、気になる人は概要欄をチェックしてくれよな。ということで、今回の動画はこれまでだ。よかったらチャンネル登録や高評価、スーパーサンクスでの応援をしていただけると、動画制作の励みになるので、よろしくお願いするぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。メンバーシップ始めました。月額190円からで限定動画を見れるぜ。詳しくは説明欄を見てね。